うん最後は愛よねっていう風になっちゃっていくところがあの映画のちょっと悪魔的に面白いところでもあるんですけどもですね。で、えー、朝ごはんです。えー、一人目ですね、の人はですね、まず盛られたフルーツでヨーグルトで、えー、っとですね、あのタッパーウェアじゃないな、これなんだかパイレックスだ。あのガラスのパイレックスの容器にですね、シリアルを直に入れます。 なんでパイレックスに入れるのかっていうと、パイレックスにはメモリがついてですね、どれぐらい食べるのかっていうのを厳重に管理している。つまり自分で食事を管理しているという意味ですね。この人が一番バリエーションが豊富です。で、次の人ですね、え、アーモンドをですね、8粒だけ。 あの、別の皿に移してコーヒーと一緒に食べてるんですね。あの、食事をナッツだけにするというのはもうマイケル・ジャクソンもやっていてですね、少年隊のですね、あの、東もやってるそうなんですけどもですね、まあ、あの、これはですね、ステージ高い人のお約束ですね、ナッツだけの朝食。で、それに対してですね、アンディはですね、あの、ベーグル屋で、街のベーグル屋で,ですね、まあ、クリームチーズたっぷりのですね、ベーグルを受け取って歩きながら食べてる。4個目ですね。歩きながら食べてるんですね。ここら辺もです、ね、もう、どんどんステージがあの違うわけです。 えー、そんなんで力出る方、ハサミんの力が出るのかっていうふうに言う,言う人もいるかわかりませんけど、まあ今コメントで曲がれたんですけど、こいつらはこれで力を出すんですよ。アメリカ人の底力恐ろしいですよ。で、あの、僕ね、最初に、あ、なんか、その、プラダを着た悪魔が階級というかステージ書いてるなとわかったのがこのシーンなんですけども、住んでるマンションの違いかな。 えー、一番上がですね、一番まあ成功してるお金持ちっぽい女性の人です。で、えー、アパートを出たところですね、階段で降りるんですけど、その階段にポーチがあるんですね。で、ポーチがあるっていうのは何かっていうと、かつてドアマンがいたからなんですよ。あの、なんだろうな、いわゆるマンションのからですね、まあ、 マンションの玄関が1メートルか70センチぐらい高くなって、そこから3段か4段の階段ついてるだけなんですよ。そこにポーチつける必要何もないんですね。でもポーチがついているというのは何でかというと、そのポーチの部分に昔ドアマンがいたからなんですよ。もう今はいないけども、ただそのポーチがついている玄関の家に住んでる。とい周りを見てください。店が一切ありません。ということはここは高級住宅街、住宅専門の街っていう,うなことですね。えーで その次に金持ちの女性がですね、部屋から出てくるシーンです。あの、店はあるんだけど、窓が大きくて明るい高級専門店ですね。下品な看板が一切ないです。で、えー、この人はですね、ポーチがないですね。普通に手すりだけの玄関から出てきますですね。えー、多分この人、次の引っ越しでですね、絶対にポーチ付きのアパートを狙ってるはずです。 で、3番目、アンディのアパートです。アンディのアパート、手すりもないどころかですね。玄関の段差が2段しかなく、この2段のですね、コンクリの階段がもう崩れかけてるんですね。これ、ダメな家の特徴です。で、おまけに、あの、アパートのですね、ドアが開きっぱなしなんですよ。 で、この上の二つのですね、あのアパートはですね、ちゃんと出入りするとですね、ドアが閉まるんですね。それでロックがかかるセキュリティがあるんですけども、アンディのアパートだけドアが開きっぱなしで、これがどんなにダメなのかわかりますね。まあ大体このドア開きっぱなしというよりも、この階段のあたりの汚さで家賃の安さがわかる。まあと、あとは隣の店のちょっと安っぽさみたいなもんでしょうか。で、ここであの僕があの何が、 あーって思って、あ、このアニメってそういうステージを表してるんだって分かったのかというとですね、実はこの二人が向いてる方向なんですね。上の二人ですね、家から出るとき左向いてるじゃないですか。で、これ偶然じゃないんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、一つ目の理由はタクシー探してるからなんですね。アメリカでは車は右側通行だから、この前に来るタクシーっていうのは必ず、あの、左から、彼女から見て左側からやってくるわけですね。だからタクシー探してるから、あ、 地下鉄通勤じゃなくてタクシー通勤だからだなるほどなって思ったんですけど、理由それだけじゃないんですよね。あのー、マンハッタン島っていうのは、これマンハッタンが舞台ですよね、最初に出てきた通り。で、マンハッタン島っていうのは南北に長くてですね、北のセントラルパークの横あたりから北の方に向けてですね、アッパータウン、いわゆる上流階級の家賃が高い家が続くんですよ。 で、えー、ビジネス街があるのはビジネスタウン、ダウンタウンの方ですので,ですね、北から南に彼女たちは出勤するんですね。で、それに対してですね、あの、主人公のアンディはですね、地下鉄で、えー、より南からやや北へ出勤すると、出勤方向が反対なんですね。で、彼女たちは北から南へ出勤するからこそですね、あの、左側を向いて南へ行くタクシーを探しているわけですね。 この辺りのですね、これ本当に偶然じゃないですね。ちゃんとね、そういうふうに描いてるのが、あの何人ものキャラクターでそれを描いてるのが、ここすごいなと思いました。ここら辺もあの、こういうちょっとした地理的なトリビアみたいなものを入れて、あの、ステージ差を出すっていうのが、ハリウッド映画の面白いところですか。結局、 その人種的ないじりっていうのがやりにくいので、ステージの差を見せるというのは行動とか、こういうちょっとしたディテールで見せないと、後で問題になるんですね。そこら辺の積み替えがすごいです。で、えー、で、外へ出たアンディのですね、こう住んでる街が、 こう、<laughs> あの、出てくるんですけども、もうね、下品な看板だらけなんですね。えー、一階が全部商店ですね。それも中華料理店とかですね。酒を売ってる店が入ってるんですよね。つまり、あの、治安が悪いってことです。あの、 高級住宅街とかですね、高級店街行くと、一階で酒売ってる店なんてありえないわけですね。それぐらい、アルコールと、なんだろうな、普段の生活ってのは切り離して、アルコールはパーティーとかで飲むものっていうのが、まあ、向こうのステージ、高い系の人たちの考え方ですから。で、子供たちがですね、この後、集団投稿でダーッと歩くんですけども、集団投稿で子供たちが歩くということはイコール、 その子たちの親は車で学校に送らないということなんですね。ニューヨークではやっぱりこれも、まあ、あの、いわゆるローワーなクラスの振る舞いというふうなことになります。えー、で、ワンウェイ、ワンウェイというですね、あの、これ、一方通行、一方通行って書いてあるんですけども、一方通行同士の道ということはもう,もう道路幅が狭いということなんですね。だからそういう道路幅が狭いようなところにですね、アンディは住んでいるということです。<laughs> で、僕があの、 もう一つですね、面白いなと思ったのが、ちょっと見えにくいんですけども、ここ見てください。あの、ビルの上にですね、非常階段が見えてますよね。でこれもですね、ローバークラスの建物の特徴です。えっ、ー、とですね、あの、ビルの玄関が、いわゆる表側にですね、非常階段があるのが、ある理由は、裏に取り付けられないからです。なんでかというと、ビルの裏側同士がくっついているからです。 アメリカのあの道っていうのはこう道があるじゃないですか。で、道があったら両側がこう道だから玄関作れますよね。で、ここにですね、あの奥行き半分のビルを2つくっつけちゃうわけですね。そうすると非常階段を裏に通せないから前へ持ってくるしかないんですよ。このレゴで作ったこの建物をちょっと見てください。これはあのレゴのまあ、いわゆる普通の街ビルなんですけども、普通はこうなってるわけですね。裏に行くと裏庭があってゴミを出すところがあって、 裏口があって、で、あの、作業員とか掃除譜っていうのはこっから出入りしていて、裏には非常階段があると。これが、そのアメリカ的なですね、ビルの一般的な建て方なんですね。ところが、貧乏になってくると、この裏側同士を、ビル、あの、似たようなビルが裏側同士がこう、ペタッとくっついてですね、で、この非常階段が、この表の側に張り出していくことになっていくわけですね。そうすると、 見た目はかっこいいんですよ。見た目はそういうビルって僕オシャレで大好きなんですけど、これはもうローワークラスのですね、あの、正面に非常口があるかっこ悪い建物ということになっちゃうわけですよね。いや、なんかね、面白い、こういう階級をですね、こまごま、こまごまですね、見せてくれるんですよ。で、標識にですね、このあの、書いてるんですけれども、ここ見てわかる通り、ここはローアーイーストサイドっていう場所の、もう名前からしてローアーって言うんですローアーイーストサイドのオーチャードストリートとブルームストリートの交差点です。 えっとですね、Google のストリートビューであの探したらありました <laughs> ですね、えー。ストリートビューで探したらドンピシャ、ここ、この古い建物がさっき映ったところでですね、えー、なだろう、道歩いてる人もなんかこう庶民的な服装してます、えー。次にですね、ニューヨークで旅行できるようになったらぜひともここに行ってみてですね、ああ、ここだとか同じ構図で写真撮ってみたいと思います。 えー、プラダを着た悪魔ですね。ここまでで映画が始まってからですね、わずか2分、正確には1分53秒しか経ってませんけども、ものすごい密度の情報なんですね。ものすごい密度の情報で働く女性のリアルっていうのをですね、描いています。あの、金曜ロードショーでですね、またあの、配信サービスでアマプラだったら100円だそうですのでですね、えー、チェックし,し,してみてください。えー、それでですね、プラダを着た悪魔の話、これで終わります。